どうして貴様がラムさんと同じチームなんだ。俺だって忍と組みたい。何やらもうはにぎやかですな。ほら、よそ見するでな。わしらには大事な使命があるのだぞ。いや、しかしせっかく宇宙船を隠しておいたのに、さらに緊急脱出することになったのやら。旅先ではいつ何が起きてもおかしくはない。バンマン、おお、もう何を。何やら向こうが賑やかだな。よそ見しちゃダメよ。いきなり失礼。あのアホに負けるわけには。おい、レンド。あのな、なんか俺の言いたかったことを分かってもらえただろうか。さんま、なんで一言危ないと言えんのだ。美人のお姉さんよ。じゃあこれが目に入るか。おお、これは誰なんだ、この美しい人は。この声は姫、ご無事ですか。なんじゃあいつら。無事そうだ、よかった。ジモジモの世界ではカラスは言葉も話すのか。おお、オールバックのイケメン。これでいいんじゃないか。これとは何だ。これとは意味はメイクなんですよ。あなたならカオパスです。何の話だ。チョロ起きなさいよ。一大事ですよ。バッチリ見つけましたよ。チョロ、何をやっても起きなそうで。安い給料でこき使いやがって。わしは一体ゴニョゴニョゴニョ。確かに姫の好みじゃ。実はわしらの星には人間型の男がおらんので、クロマ姫の婿を探して地球までやってきたのだ。どかひと助けだと思って。どうぞどうぞ。クロマ姫の婿となって一夜のちぎりを結んでくれんか。姫に目覚めの口づけを。遠慮なさらずに。ぐちゅーっと。そうそうそう。ちょっと待て。その前に、なんだお前は。宇
ちはダーリンの妻だっちゃ。ダーリンに手出しはさせないっちゃ。ジョロ、いろいろ面倒だし、あのオールバックでいいじゃないですか。姫だってあれが婿だと思い込んでるんだから。しかし実際はそうだったではないか。そんなことを黙ってりゃ分かんないですよ。リサシタとオールバックとちぎらせて帰還しましょうや。まだクラマはダーリンがキスしたことを知らないのけ。はい、このままうやむやにしてあのイケメンに手を打ちたい。協力するっちゃ。おお。それはなな、人の夫であろうと目覚めの口づけを交わした者とちぎることは掟で決められておる。いやに、今さらどう説明するんです。あまりにも姫が哀れですよ。わしらも超過勤務手当なしだもんな。それだな、本音は。もうよいわ。昔から姫に真実を伝える。クラマ姫ならいませんよ。どこ行った。決まってるでしょ、オールバックのどこですよ。あ、ダーリンの危機だっちゃ。今日のホームルームは正しい男女交際のあり方についてディスカッションするわけである。しかし正しい男女交際のあり方を無視した奴らがずらっと教団に並んどると討論する気も薄れるわな。諸星と一緒にするな。面倒には及ばんよ。よくもそんなことが言えるな。そうよね、面倒くんは理性があるもん。本能だけで生きてる諸星くんとは違うわよね。その通り、時折自分の理性が憎らしくなることすらありますよ。いやー、理想が素敵。実際あの時理性が邪魔しなければ諸星なんぞに先を越されずに済んだのに。あー、理性が憎い。何を悩んでいるの。何悩んでるか公表しちゃろうか。ここにいたのか。探したぞ。こんにちは、クロマちゃん。迎えに来たぞ。出てっちゃね。ダーリンから離れるっちゃ。あるよ、ラムが狙ってるよ。ダーリン、どこっちゃ。うっとうしい。クロマちゃん、どうしてあんなのがいいっちゃ。一夜のちぎりってのが魅力的なんだよな。あどくされがなくて。元気にしておったか、クラマさん。先日はどうも。ちょっと、何よあんたは。遠藤君とどういう関係。姫、なんじゃあいつら。来たか、ジーはどうした。宇宙船で寝てます。あのアホども。寝ている、昼間から。もうお年ですからな。良い婿が見つかったので緊張の糸がぶっつりと切れたのでしょう。そうか、じいにも長いこと苦労をかけたからな。やい、向かって我の方。やめろ、あおずら。しかしもう安心じゃ。おお、理想の向こうが見つかった。やかましい。クロマちゃん、君は誤解している。目覚めの口づけは。今こいつが何か言っていたようだ。気まずいでしょ。面堂くん、どういうこと。いや、なんというか。言ってやれ、言ってやれ。僕からは、なんとも。ちょっと、顔を貸してください。一夜のちぎりか。そうそう、しらばっくれてちぎっちゃってほしいんです。姫の幸せと種族繁栄のために。しかし、騙すというのは。一回きりの後腐れなし。やり毒だよ。決めていい女でしょ。しかもタダですよ。ちぎりの押し売りだな。迷ってるとまたアホに先越されちゃうよ。致し方あるまい。これも人助けだ。イケメンも心の準備が必要なんですよ。クラマさん、僕がお役に立てるなら。良い子を作ろうな。どうしてよ。目覚めの口づけは本当は当たる。そこの座敷わらしが何か言ってる。気のせいですよ。何やったんだよ。クラマちゃんは騙されているのだ。やかましい、邪魔するな。目を覚ましてクラマちゃん。ダーリン、ここまでコケにされて平気なわけ。俺という男はな、バカにされればされるほど燃えてくるのだ。ガイアがうるさくてかな。たった今ちぎることにするぞ。そうですね、さっさと済ませて帰りましょう。用意せ。たった今って。うちも手伝うぞ。愛の巣に決まっておる。裏切り者。愛の巣って、ちょっと待ってくださいよ。まさかあそこで無難。何を食べてるのかと思ったら破けてるじゃないの。やかましいわ。この国は神聖な犠
ちょっと休養か。完成したっちゃ。さあ、みんなどうぞ。よし、実験です。こんなこと、今週も面接できますか。外から覗けないよう、ちゃんと叱っとくちゃ。安心せず、誰にも見えんそうだ。見られてるも当然だ。全然ムードがないじゃないか。お心配なさず、中はムードたっぷりにセッティングしましたから。デリカシーが…そりゃ、往生際の悪い。ジェルフ、待ってくれ。さあ、面倒くん、他の女のものになってしまうのね。ゲーコを産むぞ。なんと、こんなの、あんまりだ。そんなに私とちぎるのが嫌か。そんな、クロマさん、時と場所さえ選んでいただければ僕はいつでも役に立ちます。そうか。え、今がその時じゃ。そこまでじゃ。それ以上は許さん。貴様、出ていけ。そうはいかん。クロマちゃんと親友はこれだ。少しどうです、クロマ姫。どうしてこんなに。そう言いながら真実を申し上げます。姫に目覚めの口づけをかましたのは実はこの怪しいアドル君だったのだ。デルタラメ僕だ。逃げろ。お前がビオだったろ。あの、ビオだとはっきり言ってくれ。許してください、クロマさん。欺くつもりはなかったのです。あなたの幸福を願えばこそ。わかったでしょ、俺がやったの。姫、起きてですぞ。早くちぎろよ。部活に向かい、クラマさんの幸福を心底願ってついた嘘とはいえ。お前、さっきまであんなにちぎるの嫌がってたじゃないか。彼女は僕に好意を持っている。その気持ちは尊重したい。何気取ったんじゃ。愛があればどんな状況でもちぎれるの。これだから下々のものは愛があるのと恥を知らんことを運動するな。クラマちゃん、おきてを守らなくちゃダメだよ。おきてが何です。自分の心に素直にならねば。クラマちゃん、クラマさん、俺と僕とこの二人、なんか行動パターンが似てるような。中身が同じでも入れ物が違えばよい。わしは弁君なのだ。やった、クラマちゃん。いけません、姫。おきてを破るとどうなるか分かっているのですか。どうなるんだ。はて、はてじゃない。この掟に根拠や罰則があるのか。いや、わしは先代の長老から掟をやめるなと言われただけで。知恵も知らんのか。おそらく保存してある過去のデータを調べればわかるかと。早く調べてこい。何してるんじゃ。わしらの星のマザーコンピューターにアクセスして、歴代長老の話を聞いてみます。設置完了です。先代に遡っていけば。おお、撃つと。でかいガラスだ。先代長老じゃ。同じ顔してるっちゃ。口づけの掟の根拠と罰則をお教え願いたい。わしは先代長老から掟を破るなと言われて。さらに先代へ聞いてみるか。なるほど、わしは先代長老から言われて。次、先代に従ったまでじゃ。次、先代に聞いてくれ。誰も知らんのじゃないか。初代まで一気に戻れば解明されるはず。 Oh my God. I love it. わしが初代長老じゃ。どれくらい遡ったっちゃ。120代前です。掟を作ったのはお前か。そうです。理由は誰にも話さずに置こうと心に決めておりましたが。掟の根拠を知りたい。わしには知る権利があるはずじゃ。仕方ない、姫がそこまでおっしゃるならお話ししましょう。あれはそう、わしがまだ青年の頃であった。平穏だった世界に魔の手が忍び寄り、ある時姫が囚われてしまったのだ。わしは姫を奪還するため、一族の未来を託され果てしなき冒険の旅に出た。旅路の途中で行く手を阻む凶悪な敵を打ち倒すと、眩しい光に導かれて泉のほとりにたどり着いた。そこに一匹のカラスの娘が眠っておった。美しい。いけないこととは知りな
ながら、わしは次ふらふらとその娘に口づけをしてしまった。それが縁でわしはその娘と結婚することになった。お前の思い出話はどうでもよい。早く掟の根拠を説明せんか。ですから若かりし頃の思い出を掟に込めて、いつまでも忘れない。くだらん。ああ、こんな掟のためにわしは振り回されておったのか。どうしたんです。いや、あんなくだらん起きてはよくぞ120代にわたって受け継いだものだと思ってる。いいじゃありませんか。これで二人は天下晴れで結ばれるのです。そうだな。良いこと見つかるわ。もっと強く賢くたくましいイール男を探す。掟がなくなった途端あっさり態度が変わったっちゃね。わしも自由に婿が選べると思うと欲が出てきたわ。もう誰にも遠慮はいらぬ。好みのいい男を徹底的に探し尽くす。あんな時間外勤務なのにまた一からか。頼もしいですな、クラマ姫。我ら一族の未来は明るい。行くぞ。今までの無駄な時間を取り戻すのじゃ。絶対に理想の向こうを見つけ